西側から望む東側から望む。左側が商品の池で、右側の日本海まで最も近いところでは、距離が130メートルほど商品の池とは、新潟市北区商品にある川口閉塞湖。商品の沼、氷炭地と呼称されることもある。過去には、池が浅く丸い形をしていたことから、和湖と呼ばれていた。新潟市の北東部に位置し、阿賀野川と日本海から続く。 新潟砂丘内にあり、傍聴堤を挟んだ池の南側には、集落が広がる。長細い氷炭のような形状をしており、氷炭地と呼ばれる要因となっている。元々は、阿賀野川,川口の一部であったが、波や風で吹き寄せられた砂によって、閉塞、形成された。流入でする河川はなく湧水で、維持されており、日本海から最も近いところでは、 距離が百三十メートルほどで水面の標高はプラス零点五メートルであるが、淡水湖である。昭和初期に存在していたが、川口、海岸の砂丘地にあるため侵食や堆積によって、池の形は頻繁に変化し、一旦消滅していたこともある。九百七十三年頃には、現在の形状になったとみられる。池の近辺には、海浜植物や、ニセアカシアが生息し、 ヨシやひめがまが群生している。比較的、新しく小さな池であるが、生活排水の流入がなく、また膨張堤によって、人の生活とは、基本的に切り離されているため、大物刺しとんぼ、大せすじいととんぼ、みだか、ものあらがい、松も、ホザキノフサも、クロも、とちかがみなど多くの希少種が生息している。また、オニバスが自生しており、現在の北限となっている。 大物刺しトンボは当地を除き、新潟県内では絶滅している。ブラックバスの移入などにより、生態系が脅かされる事態となっている。商品のいけ方のデジタル博物館引く方のデジタル博物館。2020年6月21日閲覧。ありがとうございます。